は、稲吉正樹が、個人事業として1994年6月に、愛知県を香崎市にて創業した、学習塾、頑張る学園が母体。2000年に、居酒屋チェーン、広域社1号店を開店したのを機に、外食産業に進出するとともに社名を現社名に変更し、2005年以後、積極的な M&A により、グループを拡大した。 リーマンショックの煽りを受ける形で2009年10月に稲吉が保有する株式の大半を日本振興銀行のグループ会社であるフーディーズ他3社に売却。その後2010年8月には親会社のフーディーズが日本振興銀行の剣先非問題に絡み資金調達が厳しくなった影響を受け保有する全株式を半神主犯に売却することを発表した。 しかしその後2010年12月に株式売却の中止が発表され、フーディーズが親会社に止まった。だが2012年9月4日にフーディーズが破産開始決定手続きを受けたため2013年2月には G コミの社長である杉本秀夫が新たに設立したクックイノベンチャーが第三者割り上増資を受け親会社となった。 なお、クックイノベンチャーには、業務スーパーを展開する神戸物産が出資しており、同年5月には、神戸物産も親会社となった。2020年6月、神戸物産が保有するクックイノベンチャーの全株式を、社長の杉本らに譲渡し、神戸物産参加から独立した。なお、創業時から手がけてきた、学習塾部門や、ノバ、 ジオズなどのブランドを応用する英会話スクール部門等を統括する G-Education は2010年10月に創業者の稲吉が新たに設立した投資会社稲吉キャピタルパートナーズに保有する全株式を売却しており同社は社名をノバホールディングスに改めた上で現在は資本関係は消滅しているただし G エデュケーションの経営陣はそのまま残り、業務提携関係は継続されていたものの、孫会社である G アカデミーが手掛けていたノバのフランチャイズ事業を2018年3月末で終了し、学習塾事業も含めて教育事業から撤退することが明らかになっている。また、旧ジオズの海外法人は引き続き G コミュニケーション参加に残留している。 2010年6月7日に、G テイストが新日本プロレスとの間で、プロレスラーアントニオイノキの肖像検討、使用許諾契約を結んでおり、同グループでは、チョキの名前を冠した居酒屋チェーン、アントニオイノキ、酒場を展開していたほか、かつて同グループ参加だった、上楽酒造から、チョキの筆によるラベルを採用した焼酎、燃える闘魂、道を発売していた。また、 猪木が2007年に旗揚げした新団体猪木ゲノムフェデレーションに対しても支援を行っていた。しかし後に関係を縮小する方向に向かい唯一残っていたアントニオ猪木酒場新宿店を2020年7月末に閉店したことで完全に関係が切れている。ありがとうございます。